10月号です。各場所は、奉仕の意味名は聖祖というの、聖祖というところ、ここからここですね。これを課題としてありますので、書いてみますが、まずその大体のその字の縦横の比率を目で測ってもらう、まあ一物差しで測ってもらっても結構ですけれども、両方ともですね、どちらかというとやや縦長なんですね。で、縦長っていうとですね、半紙の2分の1の上下のですね、上下の2分の1、よりも幅を狭くしないと縦長に見えないんですね。縦長に。ですから、ここのところの縦横の比率っていうものをですね、ぜひ、確かめていただきたいと思います。したがって、かなりこの上いっぱいから書かないと具合が悪いって入らないっていうことになります。それから、この静かっていう字がですね、辺と作りが少しこういうふうにですね、こういうふうに組み合わさってると思いますね。よく見てください。この左側の部分、青いっていう部分のところよりもちょっと下がったところから作りが書かれている。逆にこう下はですね、この月よりもこの右側の方が、ちょっと下に終わるというようなことになります。それからこれは祖の方が高さ、それからこの幅っていうものを、これも目で測っていただくと、高さが非常に高く見えます。幅、これも幅も結構広いんですけれども、それよりも高さの方が若干長いということになります。そこら辺りをちょっと気にしながら、書いてみたいと思います。まずこの左が静かっていう字の上の方ですね。これをちょっと長めに引きます。この青いの3本目ですね、横のね、これをあんまり長く引いてしまうとですね、これがぐーっと出っ張ってしまいますと、今度作りを書くときに、非常にこれが邪魔になってしまいます。ですから基本的にはあまりここが出っ張らないようにするっていうのが一つポイントだと思います。それから先ほど言いましたように、作りの書き始めやや下げて書いていきます。こうですね。ここよりちょっと下がる感じですね。こんなことが、ポイントかなっていうふうに思います。これは祖という字ですね。この起筆がですね、45度よりもちょっとこう鈍角と言いましょうか、になってるかなと思いますので、そこをちょっと注意をする必要があるかなと思います。ちょっと下がっちゃいましたね。ちょっと上を大きく書きすぎてしまいました。横を書く3本、ここ、それからここもそうですけども、横画3本で書かれる文字っていうのは大体です、大体こういうふうにですね、一番上の線はややこういう形で反ります。それから真ん中は斜めにまっすぐという感じですかね。で、下がこういうふうに上に膨らむ
ような形に大体書かれることが多いです。特にこう特徴的な長い線のところは大体こういうふうになるでしょうかね。伏した形になるかと思います。それではもう一度書いてみます。背が高くなりすぎないようにしたいと思います。横画の間をさっき失敗しましたんで、少し詰め気味に書いてみたいと思います。こんな形でしょうか。なかなか縦横の比率っていうものは難しい部分がありますので、十分そのあんまり幅を広げすぎないようにですね、して書いてみてください。はい、以上です。